皆さんこんにちは、マサです。今回は、ガチャ紹介をしたいと思います。今回も回してきました。はい、ちょっとずっと気になっててどうしようかなと思ってなんですけど、回してきたガチャです。今回は危険生物大百科、タカラトミーさん、トブイアーツさんからの、危ない来訪者全4種ですね、対象年齢は10歳以上、はい、だから僕も買えますということで買ってきました。回してきました、全4種、はい。これは鋭い牙や爪、食べ物を得るための毒など生物には生きるために必要な能力がある、普段出会わない彼らと人間が出会った時、彼らは当たり前の能力は人間にとっては危険なものなのですというのでやってきたんですけどね。僕が狙ってたのはこの猿 A でも猿 B でもよかったんですね。猿 A は、猿 A も B もよく似てるんですけども、顎や前足、後ろ足などが可動で、これは A はリンゴ付きで、これで B はこの柿付きですね。これが付いてるんですよね。それで、加えさせたりもできるって感じですね。そして、3種類目はコウモリ。コウモリのガチャって珍しいですよね。頭や翼が可動などして、棚などにぶら下げられることもできるっていうんですね。で、4つ目はこのサソリですね。サソリはこれは、爪が動いたり、尾が動くっていう感じなんですけど、あとはアンケートに答えて QR コード。いろいろいつもにある通り、後ろは、いつの注意書きみたいなのが軽く書いてます。1回300円ですよね。このだからこの4分の2、だから2分の1の確率で猿が出たら良かったんですけども、いつも通り、これは出たやつを、見てしまったというか、カプセルを出たら色で分かってしまうとか、透明だったからもうすぐ分かってしまったんですけどね。いいかと思って、これでいいかと思って、何回も回すような感じでもなかったしね。出てきたのはこの透明のブルーの色のカプセルだったんですけども、なぜ開いているかというと、これは組み立てが必要だったから。僕はまだもたもたしてはいけないので、すでにもう開けて組み立てましたということで、出たのはこちらでした。サソリでしたね。サルさんは出ませんでした。サソリはね、もう一個サソリばっかりの、ガチャがあったんで、それどうしようかな。500円のやつですね。いつもの生き物大図鑑だったと思いますけども、それをやるかどうか迷ってたら、こちらでもサソリあるし、あっちもそれなりに可動とか大きさとかよくいいと思うんですけども、こっちもサソリがあるから、一応こっち出たら向こうはええかなと感じだったんで、サソリも出たので、よかったと思います。書いてる通り、この爪は一応ちっちゃくは動くようですね。それでお腹から見たら足はもう常についてる感じで、これはここがつける感じですね。ボールジョイントでギュッと、これがもたもたしてしまうんですよね。僕はいつも時間がなかったらあかんので、もう猿ならそのまま開けて見ていただこうと思ったんですけども、尻尾はこの3段階ぐらいに分かれてて、それをひっつけ組み立てて稼働させるできるよっていう感じなんですけども、生き物大図鑑に比べたらそんなにクオリティは高くないとは思うんですけども、サソリも出たし、いいかなって感じですね。出たら出たで、それで一応みんな当たりかなって感じで、一応ここに載せたいと思います。
久しぶりにまた回したいと思いますけども、狙いは本当は猿だったんですよね。猿って意外と日本猿のフィギュアっていうか、こういう凶暴な顔してるやつってあんまり少ないですからね。また見つけたらやっていきたいと思いますけども、もう一回やってもよかったんですけどね。まあサソリ見た瞬間、サソリか、まあサソリやったらまあ生き物大図鑑のやつ、まあそれでやらんでもいいかなと思って、これでまた引き返してきたんですけども、またこのブックレットを見たら、まだ猿が欲しくなってきましたね。と言って、また サソリが出たり、コウモリが出たら、また、後悔の日々が続くんでしょうか。まあ、ガチャはそういうもんですからね。まあ、なかなかまあ、これも今回もまあ、サソリが出たけど、また虫コーナーに仲間に入れたいと思います。まあ、そんなにクオリティは高くないですけども、1回300円なので楽しめたガチャだと思います。はい、今回は生き物図鑑じゃなくて、危険生物大百科、危ない来訪者のガチャをしてきましたのレビューでした。はい、皆さんもこのなんか狙いのもんがあったら回してきたらどうでしょうか。まあコウモリもなかなか珍しいからいいかもしれませんね。まあ僕はサソリでした。はい、このお猿さんもなかなかいいと思いますよ。ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。それでは今回はブラックサソリさん、バイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。マサでした。また次の動画でお会いしましょう。今回はサソリさんバイバイです。それではまた。さようなら。ありがとうございました。